こんにちは、ケイダです。今日はストライカーズコレクション50連弾いていこうと思います。まあ、割と急遽でしたね、このガチャは。投票が終わってまだ2日ぐらいしか経ってないんですけども、速攻ガチャが来てしまって、2月9日のモンストチャンネル100万人記念のモンストニュースがあるまで弾けるんで、逆に言うと終わってからでしかモンストニュース見れないので、オーブの温存とかがちょっと難しいところなんですけど、まあアルファシリーズっていうのはモンスト界隈で今現状めちゃくちゃ強いキャラたちなんで、まあ持ってない方、ノンアルファとかね、ブングネアルファとか持ってない方はぜひともこれはね、狙っておいていいかなと思います。で、提供割合見ますとこんな感じで、まあ、かなりね、ノンアルファとか 0.9 バーっていうと高いんですよ。ただ確率で言うと、その星5率、星6率で見ると、8.4% なんで、通常の、超重震災とかと違って、通常のガチャと全く同じ確率なので、そもそも星5、6が出ない可能性があります。そこだけはね、皆さん、頭に置いて聞いてください。こんな感じでトップ5のキャラたちが、確率結構高くなってるんですけど、1位に3位のノンアル、グングネルアルファ、メタトロンアルファが 0.9% ですね。で、ルシファーとガブリエルが 0.6 で、そこから6位以降が 0.15% なんで、よほどこのアルファシリーズが出やすくなってるかなっていうのが伺えます。で、公式サイトに載ってたんですけど、ちょっと画像出しておきますね。こんな感じで意外とね、排出対象の限定キャラクターとか期間限定キャラクター多いんですよ。で、僕今回引かないつもりだったんですけど、なんと唯一当てられなかった伏せ姫アルファが狙えるんですよ。これはちょっとまあ確率アップとかしないし、まあ一定狙いはほぼほぼ厳しいんですけど、まあ、現状背徳も持ってないし、メタトロンも持ってないしというところなんで、まあその辺もね、一応狙えるチャンスがあるんで引いていこうかなというふうに決断しました。なんかキャッチでね、そのなんか背徳とかゲットできたらいいなっていうふうに思ってます。あとノンアルファもね、現状2体なんで、できたら艦隊組みたいんで1体確保したいなというふうに思っております。ではちょっと長くなったんですけども、引かせていただきます。いきましょう。回数ね、10連を5回しか引けないので、5回50連したらもう終わりです。誰がどんだけ課金しても50連までしか引けません。出なし。はい、8.4% なんで普通に爆死はありえます。爆死か。いやー、まあそうっすよね。これはもう残り40連は爆死したくない。さすがにいけます。まあでも逆にこれね、回数制限設けられたのは逆にありがたいかもしれないですね。もうなんか深追いがやっぱできないっていうことはね、なんか逆に財布にも安全なのかなと、逆に安全かなというふうに思いました。ローレライ0.15 ときた。おおお、まさかのそっち来たか。まあ、一応確率アップですからね、 0.15 の方が来ました。はい、やって、これ星玉たまらんやん。ちょっと調整してしといたらよかったかもしれないですね、これ。はい、確定なし。まあ確定来てもあれですよね、多分ロールライとか出る可能性はあると思うんですよね。え、エリザベス、エリザベスって絶対入ってないですよね、これ。いや全然入ってないし。そんなところ来た。すいません、ちょっと拡張してきました。では残り20連いきます。早いな。いや、これ星玉調整しといた方がいいよ、絶対。ミスったなこれ、最悪や。ということで、ちょっと別で調整するか。おお、来たよ、メタトロンアルファですよね。お、来た来た来た。 0.6% の 0.9% のとこ来ましたね、ようやく当たりです。ちょっと待ってくださいね、調整します。いや、これ多分やった方がいいよ、さすがに。星玉溜まるってことは、星玉も多分その限定キャラたち排出対象なんで、星玉調整した方がいいですね。次、いや、これ怖いな、どうしよう。ちょっと待ってくださいね、考えます。星玉のかけらを44ぐらいまでにしときますか。なんかもし事故ってね、もし事故って
星5、6のキャラが6体7体出たら困るんで、一応44まで上げておきます。44。ここで無駄なオーブを使っていくんですけど、昨日引いちゃったからな、このガチャも。はい、ちょっと皆さんかけられになってください。でもこのガチャは本当に、まあ、ストポレっていつあったっけ、前回やったのって本当あれ、ダルテナンとかミカエルが入ってたかな。いや本当にめっちゃ前だと思うので、これは逃しちゃいけないガチャなんですけど、44までじゃあ決めます。ごめんね、ちょっと割とオーブン無駄遣いしますけど、結構重要なんで。見事なまでの爆死ですけどね。じゃあこれラストにします。3発で残りストコレ10連いきます。いや勝負どころですよ本当に。ノンアル欲しいし、止まったら伏せ姫アルファの可能性も結構高いんで、いやお願いします。結構重要ですから、ここいきます。ラスト10連お願い、星玉お願いします。ちょっと読み込み長かったね、気のせいかな。ではなし、なしですね。ノーアル欲しい、ノーアル欲しい、ノーアル欲しい。ダンテ違うって、なんかそんな、なんか赤くないぞ。いやいやいや限定キャラは出ましたね。全く関係ないところの限定キャラは出たんですけど、配得が良かったな、そしたら。いや出るんすね、やっぱりアグナムトとか。はい、でここ本当に大事なんで、いけます。確定ない方が不正意味アルファの可能性は高い。イラストはね、すごくいいんですけどね、そろそろ重心化してね。はい、はい、ということで結果見ていきましょう。まず星5のキャラたちだけで見ると、ローレライ、エリザベス、ダンテ、アグナムーと、まあ、星玉関係ないんであれですけど、でメタトロンという感じなんで、合計、まあ、10連で1体ずつ出たような計算ですね。ノンアル欲しかったな。でもまあメタトロンアルファ引けてるんで、やっぱ 0.9% のところは引きやすいんじゃないかなっていうふうに感じました。でもそもそも 8.4% のところをまず引いてからの 0.9% 抽選なんで、まあなかなか1点狙いは難しいと思うんですけど、かなりね熱いガチャなんで、ね、ノンアルとかね、あの時ゲットできなかったって方は引いてもいいんじゃないかなっていうふうにも思いました。ただまあコラボもね可能性高いんで、まあ、そっちに全力をかけたいって方はオーブ温存しておく、もしくは、まあ、ありったけのオーブではなくて、ちょっと軽くね、今なんか近畿とか橋の塔とかで貯めておいたオーブを発散する時が来たかもしれません。まあでもそこは皆さんのオーブと相談してください。ただ本当に期間限定のキャラたちがこんだけ一気に復刻するのはかなり珍しいことなんで、そのチャンスを生かすか生かさないかは皆さんの判断次第なので、しっかり決断をしてください。でまあ本当にさっきも言ったんですけども、意外とね排出対象のね限定キャラクター、期間限定キャラクターが多くて、まあ、もう一回貼っときますけども、まあ、こんな感じで普通に属性ガチャのキャラたちが多数入ってるのと、リストラ組って言っていいのかな、もともと超獣神祭とか劇場にいたキャラたちが属性限とかモンコレに行ったキャラたちも排出対象なんで、まあ、かなり排出対象のキャラ多いんですけども、ただこの子たちは本当に確率アップ全くしてないんで、まあ、キャッチで引けたらラッキーレベルですね。今回入っていないリボンアルファとかアリババアルファ、グリム巨大アルファとかも一応出るは出るんですけども、本当に確率で言うとめちゃくちゃもう低いところなんで、まあ、これを一点狙いするのは僕みたいなね、あの不正品のアルファ一点狙いするのはかなり無謀なんで、そこだけは皆さんご注意ください。僕はちょっとどうしても欲しかったんで引きましたけども、やっぱり出なかったですね。そんな簡単にうまく、そんなうまくはいかないと思ってたんですけども、やはりそうでした。というところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんもね、何出たのか押してください。そして高評価、グッドボタン、チャンネル登録の方もお願いいたします。それではバイバイ。